はいどうも、こんにちは、タッカキッチです。さあ、いや皆様遊んでますか？ドラクエ10ちょっとあやきっちゃん見えないんですけどって、はい、ごめんね。はい、こちらにこっちにいるよ、タッカキッチ。タッカキッチここにいるよ、ちゃんとここにいますからね。はい、ということで今日ですね、どんな動画ということで、まあすごいね、ちょっとね、先ほどトラックですね、すごいことが発表されました。はい、いやー、ちょっとコロナウイルスの影響ってやっぱこんだけねえ、まあ、言うてもやっぱりドラゴンクエスト10っていうのはやっぱりね、人が作ってるからね、勝手にね、はい、勝手にアバージョンアップされるわけじゃねえぞ、そこの君な。やっぱり ね、クリエイターがちゃんとね作って、それから僕らねオンラインで楽しめるっていうなんだけど、まあちょっとコロナの影響で、まあ、こちら先ほど、4月23日18時更新ということで、本お知らせにバージョン 5.2 のリリース日の延期をご案内させていただきましたが、バージョン 5.2 による更新が行ない、まあ、要するに、バージョン 5.2、アップデート、ね、4月下旬にあったんですけども、ごめんなさい、延長しちゃって、ごめんなさいね、その影響ある、ね、コロナの影響があるんでご案内いたしますよというニュースですね。で、イベントやコンテンツの影響がある。これちょっと見て、これびっくりしたのがさ、ね、はい、予定してた内容の中止の変更、4月下旬、5月下旬の冒険者お出かけ超便利ツール福引き所の更新中止。まあ、あれだよね、更新所、お出かけツールの特別な、ね、福引き所が、新たに装備が、いつもね、アイテムとかバシ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 ね、結構ね、更新されてたよね、頻度が。まあ、あれがなくなるよっていうことと、4月下旬と5月の下旬のね。で、5月下旬のリボちゃん開催、お着替えリボちゃんも開催中止。うわ、残念だよね、これ。どんなアイテムがね、装備が出てくるのかって楽しみにしてる方、そこのね、ちょっと残念だけど、まあコロナの影響ですから、しょうがない。ね。しょうがないんだよ。な。5月下旬のベリナード城下町ショップゲット、これも開催中止。ね、10ポイントか100ポイントかだっけな、もらえるんだよね、これ。うん。ここ、次ね。次。ここびっくりした。ゲーム内のコンテンツの一時停止ね、天国を含む邪神の宮殿が、天国を含む邪神の宮殿、まあいわゆるね、ベルトを取るところなんですけども、邪神が5月24日かっこ日曜日23時59分以降の停止ね。まあ、要するにどういうことかというと、スクエに相当あれだぞ、かなり自粛モード入ってて、まあそう、まあスクエニだけじゃないけどね、まあしょうがないんだけどね、いよいよコロナがここまでオンラインの世界まで影響しだしたかって感じだよね。まあ本当にね、まあ今のこの未曽有のバイオハザード、まあしょうがないね。まあ、僕らこのね、じゃあどうしようね、じゃあ外にもう一回自宅待機だしって、何もすることないんですよって、ドラクエ10やってみんなと会ってて、まあこの間動画も出しましたけど、ドラクエ10みんなでやろうっていうね。ただその中のコンテンツの一部が停止をさ、結構でかいことだよねこれね。で、あとバトンちゃんは、まあバトンちゃんもどうでもいいわいっていうね、6月1日より登場が中止も、いずれも 5.2 のリリース時に再開させていただきます。5.2 のリリース時に再開させていただきます。まあ、下の方に、まあ、バージョン 5.2 は6月上旬のリリースを目指しているものの、さらに遅れる可能性もございますということで、まあ、正直ぶっちゃけね、どうなるか分かりませんよ、当たり前じゃないですかってね、どうなるか分かりませんよ、まあ、この調子だと6月も危ういよね。まあ、なのでバージョン 5.2 はもう実質、まあ一応6月なんだけども、予定はしてるんだけども、まあもしかしたらこのコロナの影響で伸びる可能性もあるっていうね、感じだよね。まあなので、みんな、ちょ、ベルト取ってないやつ、急いでどけ今のうち。なあ、闇奥義13% の持てないやつ、な、闇奥義持ってないやつ、今言っとけ。ちょ、もう寝ずに行け、もう寝ずに。え、もうどうして暇だろう。なあ、ねえ、もうやることなくて暇だろ、もう言っとけ。なあ、今のうち。
5月24日、まあまあまあね、あと1ヶ月ぐらいあるか。まあ1ヶ月間ぐらいだね。まあ、まだまだ1ヶ月間で猶予はあるけど、本当にね、急になって、まあ、このコロナの状況ですから、急にね、いつ停止になるかわからない。まあ、まあみんなね、この先ね、わかんないんですよ。ね、未来が。まあなんでね、いつ停止になってもね、いいように、もう今のうち言っとけ、もう暇だろう。なあ、まあそれ24時間やっとけ。なあ、違うか。違うか、あんまりそういうこと言うな。ね。まあということで、ちょっとね、ね、まあ緊急にちょっとこの動画を撮ったんですけども、まあこのね、動画を見て、ね、まあ僕もちょっと家に帰って早く写真のベルト行って、写真行ってベルト行かなかんとかに言う、そこの君、ちょ、早く行っとけ、今のうちだぞ。なあ。うん。はい、ということで、緊急動画でした。ということで。バイバイ。